さあ、この東京国際映画祭、去年から黒澤明賞というのを設けています。これは、世界に新たな才能を送り出そうという企画として始まっているんですが、そのコーディネーターもされている方です。そして黒澤明さんの甥っ子でもいらっしゃるエッセイストの島敏光さんです。どうぞお入りください。皆様どうぞ拍手でお迎えください。どうも皆様、本日はお越しいただきましてありがとうございます。拍手までいただきましてどうもありがとうございます。はい、もしよかったらね、話を短い時間ですのでお付き合いください。はい、よろしくお願いします。どうぞ島さん、おかけください。はい、島さん、この黒澤明の愛した映画部門、はい、これどうして作ろうと去年からですよね。そうですね。はい、黒澤明監督というのはもちろん、監督としてたくさんの映画を撮っているんですけれども、後半特に強く言ってたのは、黒澤明監督は自分の映画館を持ちたいんだと。ああ、そうなんですかということで、どうして自分の映画館を持ちたいんですかというと、もう世の中には素晴らしい映画が、もちろん陶器になってから、それから陶器になる前にも、素晴らしい映画がたくさんあるんだと。だからそういう映画をみんなに見てもらいたいという、そういう気持ちがものすごく強くて、そして本当にいい映画は今なかなか見ることができない。そして新しい映画でもさあいざ見ようと思うと、いい映画に限って、黒澤明が言うにはですけれどもね、当時の黒澤明が言うには、いい映画に限って早く終わってしまうと。もう本当にそれはどうだろうというような映画が、大きな劇場でロングランして、本当にいいなという、黒澤明が素晴らしいなと思うような映画は、小さなミニシアター系で、しかもロングランする場合もあるけれども、ほとんどがあっという間に、風切りを置いてしまうという、そんなこともあって、自分が素晴らしいなと思った映画、もう100本ではとても指の100本では足りないぐらいの映画があるので、それを皆さんに見てもらいたいという生前、その話をよくしていたんですね。ですから黒澤明賞がまた復帰した時に、ぜひ黒澤明の愛した映画という本当に素晴らしい映画の数々を皆さんに見てもらいたいなということで、これが始まったわけなんですね。そうなんですね。はい、今日の静かなる男が1本目ですね、そのうちの。はい、そうですね。はい、今週いろいろな映画を上映してまいります。後ほどね、ご紹介したいと思うんですが、さあ静かなる男を大画面で見るのは初めてだという方いらっしゃいますか？ほとんどの方がそうじゃないですかね。いや、でも本当に嬉しい機会ですよ。もしかしたら何かテレビなどで放映された時とか、配信などでご覧になってたかもしれないですけど、大画面で見たいですよ。色もね、当時1952年という今からもうね、70年も前の作品とは思えない色が綺麗で、ただね、これを上映するのに本当に皆さんよく来ていただいたと思うんですけれども、大変だったみたいですね。もう上映するという予定はできて、権利はクリアして OK が出たんですけれども、なんかその後もう一つ版権を持っている会社があって、そちらからなかなか連絡が取れなくて、ですからですね、去年のこのトークショーというのは、吉岡秀隆さんですとか、かなりビッグな方がね登場したんですけども、今日は本当にトークショーができるかどうかもわからないんで、私のようなスモールなゲストになってしまったんですけども、でも本当数日前に、チケットもっと前もって買ってくださった皆様に本当に申し訳ないですけれども、結構ギリギリまでどうなるかわからないという展開になってました。ということで、司会をする予定だった私とそれから一人が出てきてもどうしようもならないので、他の司会をしていた安田さんがここに出てきて、なんとかね皆さんにお話を聞いていただこうと、そういうことになりました。いや、すごく面白い映画で、しかも黒澤さんのお話も聞けるということで楽しみにしてきましたけれども、さあ今日の映画ね、本当に1952年ですよ。53年に日本で公開されていますが、それを見たという方はいません。だって53年、黒澤さんはきっとスクリーンで見ていますよね。もちろんスクリーンで見てるかと思います。ただ黒澤明さんが、黒澤明監督が言うのは、ジョン・フォードといえば西部劇。西部劇といえばアメリカ映画、だから西部劇の、代表監督なんだということで、神様と言われてますからね、西部劇の。それで黒澤明監督が、初めてジョン・フォードに会った時、これまた人づてに聞いた話ですけども、黒澤明監督が緊張してたっていうんですよね。はい。だから黒澤明を緊張させるような、はい、もちろん大先輩でもあるんだけれども、それから、黒澤明がいろいろとね教わったっていう話は聞いてますね。教わった、はい、黒澤明はもちろんはい、ジョン・フォードと会った時、ジョン・フォードは黒澤のことをその時はもうすでに知っていて、はい、アキラアキラと言って、なんかハグしてくれたり、もう真の侍の後だったんですよね。ですから非常に、ジョン・フォードも黒澤に対して心を許していたようですね。それでいろんなことを聞いたみたいなんですけれども、まず馬が走っているシーン、これは残念ながら西部劇ではないのであんまり馬の走っているシーンはないかなと思ったら、もうすごくたくさんあって、馬の走っているシーンでですね、これ馬速く走ってるっていうのを見せるのはどうやったらいいんですかって聞いたら、ジョン・フォードがシュッって言って駒を落とせって言ったらしいんですよ。フィルムのね、だから実際にね駒を落としているみたいですね、一部ではね、そんなことも教えてくれて、あともう一つある誇りを負けと、もう速いイメージが出るわけですね。バーッと出るということで、ですから大変だったらしいですよ。黒澤も馬が走るとき誇りを出したくて、ところが日本はどっちかというと湿気のある国なんで、西部みたいにこうバーッとうまいこと誇りが立たないんで、いろんな木をたくさん燃やしてその灰をね、敷き詰めたりして、それでいろいろと早いなっていう感じと誇りが待っているというのを一生懸命ね、やってくれたそうなんですけれども、ただやっぱりなかなかその誇りが立たないんで、それでも考えたのが雨にしちゃおうかというようなことを黒澤が考えたと。ですからもちろん七人の侍の後でしょうけれども、いろいろと誇りは難しいけれども、雨の方が日本に合うのかなっていうこともそんな部分で考えたらしいですね。影響ね受けてたんでしょうね。もともとジョン・フォードさんのね作品がすごく好きで崇拝してたっていうのを調べても、もう本当に自分の師だという、日本ではね溝口監督ですとか、自分の師の山本さんとかあったんですけれども、外国ではですから、黒澤映画というのはどことなくなんと言いますかね、ハリウッドでいう西部劇的なところがね、そうですよね、あるかと思う。それからジョン・フォードに習ったというわけではないんでしょうけれども、黒澤のテーマというのが、テーマというのはあんまり表に出さないんですけれども、外国でいろんな黒澤が賞を取ってます。それで黒澤が賞を取っているのはやはり日本というそのオリエンタリズムを上手に表現しているからでしょうかねというような質問があった時、ものすごく機嫌を悪くして「あ、そうですか、そうなんじゃないんだ」と、そういうことではないんだと、日本人が日本人として言うべきこと、そして感じたことをしっかり言えばその背景も分かるし、それが世界から認めてもらうということになるけれども、それを意識してね、日本を意識して、何か外国に売り込もうなんて思ったらそれは大きな間違いだというふうに言って、ですからジョン・フォードもこの映画はもう皆さんお気づきの通り、自分のルーツであるアイルランド、ジョン・フォードね、もちろんジョン・ウェインもアイリッシュ、ジョン・ウェインもアイリッシュですね。ジョン・ウェインもアイリッシュですね。もともとアイルランド系のアメリカ人、それからモーリン・オハラに至ってはもう完全にダブリン生まれのね、でしかもどうも噂では本物の赤毛らしいんですよね。聞きました。で赤毛というとなんとなくアイリッシュの女性というイメージがあるらしいです。あるみたいですね。そして赤毛というとなんか知らないけれども、一般的な解釈としては気が強いという一部の地域ではそのね悪魔の化身だと言ってちょっと差別されたりすることもあって、赤毛というのは大変に珍しいし、インパクトが強いらしいんですけれども、モーリン・オハラはそんな一人で、そしてアイルランドとそのアメリカのこの文化の違いというのが、はい、もうイライラしたり笑ったりね、はい、すると思うんですけども、そういったところを自分のルーツに戻って、アイリッシュ出身のアイルランドの話を、自分の思ったまま伝えていくというところも、はい、大変に黒沢が習っているところだと思いますし、それからあとはもう出演者一人一人が生き生きしてる。本当にそうです。本当になんか助演って言っちゃっていいのかなっていうぐらい本当キャラクターが立ってますよね。黒澤明の有名な言葉の一つで、はい、どんな小さな役でも角度を変えてみれば、その人が主人公だと。だからそういったように、一人一人ね、はい、もう本当に小さい役の人でも、きっちり描いているという、それからなんかこう一家を作ってますよね。一家、ジョン・フォード一家。ああ、そうか。俳優さんにしても、でジョン・ウェインも多分ジョン・フォードのまあ作品半分やっぱ20本ぐらい出てる、20本以上出てるっていう。多分ね16本ぐらいじゃないかと思う。森尾原もね随分出てますし、それからもうこの映画でビクター・マクラクレンっていう方が出てるんですけど、お兄ちゃん役ですかね。それなんかはですね、もう20何本、ワードボンドとかね、そういう人もいて、映画で言えばまあ黒沢の三船が、まあジョン・フォードのジョン・ウェインとかってね、そういうような一つの一家みたいなのが出来上がっているというのも一つの魅力じゃないかなと思います。そしてそれがこう脈々と続いていて、出演したジョン・ウェインとモーリン・オハラが、今度60年代になってマクリントックなんて映画で共演して、それでその時はここに出演してきたビクター・マクラクレンの息子のアンドリュー・ V・マクラクレンが監督しているとかって、そういうこともあったんですが、まあでもこんな話をですね、皆さんの方が知ってたりね、それほどあれなんで、むしろですね、これから皆さんに私黒沢監督のうちに居候ではないですけども、子供の頃住んでおりましたし、大学生の時も住んでたんで、そういったようなお話の方がね、皆さん他では聞けない話で、本にも載ってない話、もちろん僕の本には若干載ってる部分もあるんですけども、まずどういった関係のおいっ子さん？まず僕の母親のお姉さんが矢口陽子という俳優で、一番美しくに主演した矢口陽子さん、そのご主人が黒澤明監督なので、黒澤明監督は僕の血のつながらないおじさんということで、ですから才能的には何も受け継いでないんですがまあ一緒に暮らしていたことがあって、それで、どうなのと、家の中ではこう怖くて緊張するのってことは全くなくてね、本当に優しい、まあ、極端に言えばもう天使のような人でね、で僕なんかは割と神経質で胃が弱かったりしたんで、胃が痛いななんつって上の方に部屋に行くと、ぬーっと後が来て「大丈夫か?」って言ってこう背中をずっとさすってくれたりね、そういうものすごい優しいところがある。それからこれは本に書いたんで、まあ、僕の本読んだ方はご存知の方もいると思うんですけれども、黒澤明の優しさをね一つ垣間見ることができるエピソードとしては、黒澤明は御殿場に別荘を建てた、これがもう素晴らしい別荘で、そしてその別荘にあった、まあ、家具やなんかがあったんですけれども、それが黒澤明のお嬢さんのお友達が泊まりに来た時に火の不始末で火事になってしまった。あら。でも大好きだった家具は一部うまく救い出すことができたんだけど、家はほぼ全焼、という時に、その和子さんの仲良しの女の子が家に来て「おじちゃまごめんなさい」っつって「燃やしちゃいました、ごめんなさい、すいません」って言って謝った時に、黒澤明がどういう態度をしたでしょうかという。なんでしょう、でも優しいっておっしゃってたから、本当なんでしょう、今で言う神対応じゃないですけど、神対応、もういいんだよみたいな感じだったんですか。気にすんなよと。それはまあ普通の優しさですけどね。でうちの母親と黒沢夫人がこう気になってこう覗いたんです。そしたら「ごめんなさい」って言ったら黒沢監督が「あの家は燃えやすい木でできてるんだよ」と言ってくれたんですよね。それでうちの母親も立ち悪い母親ですから「薪でできてるわけじゃないしね」なんて言いながらその話を聞いてね、黒澤明監督というのはね、本当にあったかい人なんだなっていう感じがありますよね。その島さんが居候してたお家はすごく広いんですか？広かったですね。僕が最初に小学校の低学年の時にずっと暮らしてて、それでその小学校低学年の時に暮らしてた時に、僕はこんなちっちゃい、もうようやくポチポチ歩ける頃から黒澤監督のことが好きだったみたいなんですよ。やっぱ分かるのね、ちっちゃい子にはね、その優しさが。それでこう黒澤明のいつもなんか物を書いてた。いつも物書いてたんだけれども、その部屋に行って「遊ぼ」って言って行く。そうするとお手伝いさんとかがね「いやいやもうダメダメダメ」っつって連れてくんだけれども、そうすると「遊ぼう」って言うと「後で」で「遊ぼう」「後で」っていうのはもうしょっちゅう僕が「行っちゃ遊ぼう」って言ってしょっちゅう「後で」って言われて、だから「黒澤先生後でだから」って言って「黒澤先生後で」って言うんで、僕は「後で」っていう名前だと思ってたの。黒沢後で、島さんが自分のことをいやいや黒沢監督のこと、黒沢後で監督だと思ってたんですか。黒沢監督のこと後陣後陣っていうふうに呼んでて、それでその後陣っていう名前が結構本人気に入って、周りの親戚みんな後陣後陣って呼ぶようになったっていうね。そうだったんだ。物心がついた時に「お前はいつか後陣っていう本を書くんだろ」っていうふうに言われて、ああそんなわけないなと思ったんだけど、いつの間にかね、あの本を書くようになってしまって、まあ後陣というタイトルではなかったんだけども、さすがに後陣じゃ分かりづらいと思う。なんかそういうなんか不思議ななんか言葉とかっていうのはね、ものすごく刺さるらしくって、あの黒澤監督のお嬢さんの和子さんがボクシングっていうのを言えなくて「母子ぐんぐん」って言ったらね、可愛い子供、そういう言葉も大好きでね。それで用心棒の時にジェリー藤尾さんが芥川さんのことを見て「あいつの目は診断人の目だ」っていうシーンがあるんですけど、その「診断人」っていう言葉もなんだか分かんないだろうって「分かんないですね」って言ったら「いやそれがまたいいんだよな」っていうんで「診断人の目」とか、そういうなんか独特な響きとか言葉にね敏感だったんですかね。そういうのがあったみたいですね。映画の話は家では全然しないんですか？僕らは映画の感想を言ったりすることはあるんですよね。ドデスカデンなんていう頃、ちょうど僕一緒に暮らしてて、ドデスカデンのポスターを一生懸命なんか噛んで手全部使ってベタベタ書いてる、その時にドデスカデンを見に行って、で帰ってきてドデスカデンどうだったって聞いたのか、こっちから勝手に言ったか分かんない、面白かったし綺麗だったけど、芥川靖さんのシーンとかね、ちょっとよく分かんないっていうか、あんまり面白くなかった、退屈したっていうと「まあそれでいいんだよ」と。映画っていうのは多面体だから、まあ言ってみればミラーボールみたいなもんだから、見る人によって、違って構わないんだと。だけどとしみつな、あれが良かったっていう人もいるんだぞっていうふうにかなりはっきりと、あのシーンが本当に生きる希望をなくした男の描かれた、芥川靖さんのシーンが良かったっていう人もいるんだぞと。いうふうに、だからその後見てみたいんですけどね、また見ると違うと思う。7人の侍なんかでも最初見た時はその戦闘のシーンが面白くって、それから何年も何年も経ってもう一回見た時は戦闘のシーンに行くまでのあの経緯が本当に面白くてね、はい、それでもう本当に見る立場によって違うんだなっていうことは実感したんですね。残ってくれるのがいいですね、作品はね。自分がどういう環境でどういう気持ちでになったかで見方が変わりますしね。そしてある人は嫌いでもある人は好きっていうのが映画の醍醐味ですよ。映画の面白いな、いいなと思った部分というのはもう人それぞれ違うと、はい、でそれはそれでいいんだと、それで映画を見るときは自分はファンの気持ちで見るよって、難しいことを考えないで、楽しいもんなんだから映画っていうのはそのためのもんなんだから自分は楽しむし、そういうファンの気持ちで、見るよという、だから、娯楽映画なんかもちろん楽しんでるんだけれども、例えばインドのサタジェットライの第一の歌とかね、僕らが見てこうちょっと眠くなっちゃうような映画でもものすごく楽しんで見て、一緒に映画で見に行ったりとか、それはないんだけども、一緒に見に行ったのはあれが最初ですね、タクシードライバーが。わあ、すごいいいですね。僕映画評論みたいな仕事をちょっと一時期やってましたので、その時にタクシードライバーという映画を見ました、でタクシードライバーという映画を見て当時の僕には刺さったんですよね、何が良かったのかっていうのはよく分かんないんだけども、とにかく僕もよく眠れない人だったんで、睡眠不足、眠れない、そんなところでイライラするところから訳もなく大きな犯罪に走ってしまうっていう、これがすごく良かったんで、行こうよ行こうよ行きましょうよっていうことで、まだ試写やってたんで試写会に連れてったんですよ。で、試写会に連れてって、見終わって「どうでした?」って言ったら「最後の俯瞰がわからない」っていう、最後なんか多分俯瞰でこういうのがあって「あの意味がわかんない」って言って、あんまり気になかったのかなという。ところが後年になって、夢のシーンでマーティン・スコセッシがゴッホの役をやってるから、もしかしたら僕がね多少このくらい今日してるんじゃないかなという、そうかもしれない。そうなんですね。わあ、一緒に黒沢さんと映画を見に行くなんて。だからこっちは当時は。おじさんだから、その偉さというかすごさっていうのはあんまりよく分かってない部分もあって、ところがその映画一緒に黒沢監督も、来たんでちょっと一緒に見ますっつって、見て帰って確かワーナーブラザーズだったんです、それからワーナーの人の態度が僕に対する態度が全然違う。もうシンプルに皆さんね、外ワーナーの事務所行ってもこういう顔してたのが、僕が来たらバッと立ち上がって「どうぞどうぞこちらへ」っていう、本当に映画になりそうな話ですね。それもね、もう本当に申し訳ないなという感じもあるんですけれどもね。なんか晩年のこととかで覚えてることとかありますか？まず一つは黒沢監督の奥さん、僕のおばさん、とても優しい楽しいおばさんなんだけど、その一番の親友が加藤春子さんという女優さんの、で一緒にねフランス行ったりも一緒に世界旅行したり、しょっちゅう喧嘩はするんだけどもとにかく大親友、その春子さんはしょっちゅう黒沢のうちに来るんだけれども一度も使ってないのね。使ってない春子さんを出演させてないわけ、自分の映画に。なんででしょう。素晴らしい女優さんですよね。あった役がないんだよ。ああ、そっか。春子わかるけど、春子のいい役がないんだよっていうふうに言って、だから意外だな。あんなね女優さんで、ましてや奥さんの大親友で、本人は使ってよって言ってんのに使わなかったっていう、そういう時期がずっとあって、ところが今度は影武者の時に一般オーディションをやった。それで誰でもいいので、参加したい人はオーディションを受けてくださいっていう時に、ちょうどその頃僕が黒沢のうちにいたんだったかな、お前受けてみるかなんていう、僕はちょっと、役者の仕事はやってないんだけれども人前でしゃべるような仕事もちょっと始めたんで、受けてみるかなんていう、それでじゃあやってみようかななんていう。でもいざとなるとちょっとこう引くじゃないね。黒沢作品になんか関われてるのもドキドキしますよ、うん、ドキドキしちゃうしね、うん、それでまず第一審査が書類選考、はいうん、写真とか何にもないんで書類選考 だから書類選考で映画について書けっていうのがあって、うんうん、まあ自信はもの書くあったんだけどもあまりに抽象的な話だしこれ落とされちゃうかもしれないなと思って島利光という名前でやってるんだけれども本名は加藤利光というつまり本名だから島利光だと分かんないといけないからって加藤利光っていう名前でそれで書いてそれでまあなんとか通ってでそれで多分名前で分かったんじゃないのかな。それで本ちゃんのオーディションに行ったらいろんな人が座ってましたよね。黒沢監督がいて、はい、で野上照代さんがいて、うん、あと誰がいたんだったかな、うん、ちょっとよく覚えてない、うん、それで、一人一人なんですよね。小さい役なのに一人一人ちゃんと話聞いてそれで僕が緊張しながらスーッと入ってったらおうよう利光っていうあれおそれが吉と出るか凶と出るかそうそれ でなんかどうして応募したんだって言って、はい、あんたが言ったんじゃないのとは言えないからいやだからちょっと黒沢映画ってちょっと見てみたいんですけどっていうようなことで、指一本でも出れれば嬉しいというような話をして、はい、でその後、うん、セリフのシーンが第3次であって、でまあ造兵なのかな兵隊さんみたいなのがこう座ってて、もう今も忘れもしない何やら意味がありそうだなっていうセリフを言わされるんですよ。でどう言っていいか分かんないとりあえず何やら意味がありそうだなって言うと違う違う違うそうじゃないんだよ何やら意味がありそうだなって分からずになんだろうって分かんなくて言ってんの利光が言ってるのはもう全てなんか分かった上で何やら意味がありそうだなって言ってるみたいで全然ニュアンスが違うんだよって言うん で何回かやったけども全然そのうまくいかなくってそれでまあそれ落ちたような形になってしまった、それでまあ家で、その、はいうん、帰った時に、まず「お前緊張してたな」って当たり前じゃないですかそんなものでもなんかちょっとした演出をされているじゃないですかそれで、はい、もうそのまま役がないなという感じになって「うんうんはい、いや利光悪いね」っていい役なかったからね」って言われたらその奥さんが僕の母親のお姉さんが、はいはい、大仲良しのお姉さんが「あなたそりゃないでしょ」と。あなた自分で受けろって言って何にもないわそれはないでしょというようなことでかなり強くねじ込んだわけですよ。うん、そしたらいやまあなあなんて言いながらそれから4、5日経ったらおいいい役が見つかったぞ、うんうん、医者の小物の役だと、造兵から出世したんだぞっていうことで、はい、もちろんセリフなんかはないんですけれども、うん、それに、出してもらって、はい藤原鎌足さんがこう武田信玄だったかな我が旗を京都に立てよう、我が旗を京に立てようと言ってパタンと死んで、で藤原鎌足さんがこうタタタタタッと歩いてって、はい、それでご臨終ですというようなシーンで僕は後ろで薬箱を持ってああと驚いているという赤い鉢巻きをして今度見ます今度ぜひね影武者でそんなシーンに出してもらってそうなんだぜひ皆さんも影武者を見てみてください。親戚が出てますだから逆に言えば加藤春子ですら使わなかったそうですよだからそこで黒沢はちょっとこうまあ衰えたのかなっていうかなんかちょっと柔らかくなっちゃったのかなっていうちょっとこう嬉しい反面ちょっとなんか、そんな悲しいような気持ちもちょっとあってそれはもう本当に微妙でしたね。お前、お前のことは大好きだしお前のことはよく知ってるけどもお前いなくないからうちの映画には一切関わるなっていうのがそれまでの黒沢だったと思うんですよね。はい、そっかそういうの間近でね見てられたんですね。そうですね。さあそんなこんなで島さんそろそろお時間なんですよね。まだ身内の話はいくらかあるんですけれどもねまあなくなっちゃう最後までお付き合い本当にありがとうございました。もしかしたらしたらね、ジョン・フォード監督のファンの方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、私がちょっと昨日調べた、はい、皆さんも知ってるかもしれないですけど、その1957年ジョン・フォードと黒沢さん初めて会って、ロンドンでその時に、うん、照明から目を守るようにってジョン・フォードさんからサングラスを勧められたんですって。なのでなんか私ちょっと晩年のお顔が似てるなと思ってたんですよずっと、うん、なんかちょっとね、確かにね、黒沢さんとジョン・フォードさんの、そしたら、うん、ジョン・フォードさんから勧められたんだというトリビアでした。いろんな部分でね、はい、影響を受けているようです。はい、ありがとうございます。この後もですね、この黒沢明の愛した映画期間中やってまいります。チャップリンの街の日ですとか、ドリュフォーの大人は分かってくれないですとか、あとご本人の監督されたものでは蜘蛛の巣城とかね、はい、やりますよね。あとどん底なども、どん底はルノワールの、はい、そうですね。も上映しますので、こちらもぜひご覧になってください。本日は本当にありがとうございます。ごめんなさいね、話どうぞ。二つ、蜘蛛の巣城の後はですね、はい、西村雄一郎さんという黒澤明研究家がトークショーになります。その時は司会者になっております。それからですね、なんともう一つ、大人は分かってくれないは奈良橋陽子さん、世界的なキャスティングディレクターの奈良橋さんがお見えになっていただけるということで、ちょっとキャスティング、黒沢のキャスティングと奈良橋さんのキャスティング、あるいは世界でどういう評価になっているのかっていうのもね、じっくり聞きたいと思いますので、興味のある方はそちらの方もよろしかったら顔を出していただければと思います。名作を大画面で見るチャンスです。本日は島さんをお招きしていろいろお話を伺いました。島敏光さんでした。ありがとうございます。